ルドルフ・ヘス、ルドルフ・バルター・リヒャルト・ヘス、1894年4月26日から1987年8月17日は、ドイツの政治家、国家社会主義ドイツ労働者党副総統、総統代理、指導者代理とも訳される、ヒトラー内閣無認書大臣、党内初の新英隊名誉指導者であり、新英隊における最終階級は、新英隊大将。 アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所所長を務めた新英隊中佐ルドルフ・フェルディナント・ヘスとは別人。両者を区別するためにルドルフ・フェルディナント・ヘスの方をルドルフ・スと表記することもある。ルドルフ・ヘスは1894年4月26日、エジプトのアレクサンドリアでドイツ人貿易商ヨハンフリッツ・ヘスの息子として生まれた。母は スイスの豪将、領事の娘クララミュンヒ。ヘスケの居間には皇帝ウィルヘルム2世の肖像画が飾られ、皇帝の誕生日には本国と同様に祝う典型的なドイツ人家庭であった。弟にアルフレート、妹にマルガレーテがいるが、弟アルフレートは精神障害者だった。アレキサンドリアのドイツ人学校に通うとともに家庭教師に学んだ。 権威主義的で厳格な父の支配する過程で、ヘズは神秘主義に惹かれやすい内向的な性格に育ち、瞑想の呼吸法を自分なりにアレンジするなど、東洋的な思考法に染まっていった。1908年にはドイツ本国、ライン地方のバート・ゴーデスベルクにある、寄宿制ギムナジウムに送られて青年期をそこ過ごしたが、学友からはエジプト人と呼ばれてバカにされたという。 ギムナジウムで3年過ごした後、父の希望で、スイスの商業学校へ入学した。1年で、ここの学業を終え、ドイツハンブルクで年季暴行した。将来父の貿易商の家業を継ぐための修行であった。1914年8月に第一次世界大戦が始まると、父の反対を押し切って、従軍を志願した。ヘスが父に逆らったのはこの時が初めてだった。 ヘスは、バイエルン王国軍第一不評連隊霊下の第一、中隊に入衛し、西部戦線のイーペル戦に動員された。ついでソンムとアルトアの陣地に駐留した。初めての戦場にヘスはかなり興奮したらしく、ムラムラが燃えていました。心を奪われるほど美しく、戦争よ、と手紙に書き綴っている。1915年4月に兵長に昇進し、 人地防衛での優先が認められ、二級鉄十字章を授与された。1915年夏に五町に昇進した。1916年2月から始まったベルダンの戦いに動員され、6月12日に榴弾の破片で両足と背に重傷を負った。退院後の1916年12月に副総長に昇進するとともに、バイエルン第十八予備不評連隊第十。 中隊霊下の小隊の小隊長に任じられ、ルーマニア戦線に派遣された。しかし1917年、ルーマニア北社に出の戦闘で灰に銃弾を受け重傷を負い、ライヒホルツグリューンで長期入院することとなった。1917年8月8日に、書留郵便で、小尉昇進の辞令を受けた。退院後の1918年春には志願していた。 航空隊への遺跡が認められた。アウクスブルクの飛行学校に通った後、1918年11月1日付で、バイエルン第35戦闘機中隊、ベイシュ・ジャグザタファル35の戦闘機パイロットになった。しかし空の英雄になるには、時が遅かった。ヘスの初出撃のわずか数日後に、大戦は終結し、一機も撃ち落とすことはなかった。 1918年12月13日に退役した。戦時中に、エジプトの父の会社は、同地の事実上の創始国であるイギリスによって、適正外国人財産として没収されていた。ヘスは1919 19年2月16日に、ミュンヘン大学に入学した。ヘスは、アビトゥアに合格していないが、出生した者は、アビトゥアに合格していなくても入学が認められていた。 ミュンヘン大学入学とほぼ同時期に彼は国粹主義団体トゥーレ教会に参加した。ミュンヘンのホテルフィーア・ヤーレス祭典に武器を調達、義勇兵の長母、サボタージュ部隊の先導など、ミュンヘンを実行支配したバイエルンレーテ共和国を打倒するために重要な任務を果たした。1919年5月にフランツフォンエップ率いる義勇軍フライコールが フィーア・ヤーレス採点に司令部を置いたが、この際に同義友軍に加わっている。5ヶ月ほど同義友軍に将校として勤務していた。この後、ヘスはミュンヘン大学に戻り、経済学、歴史、政治学、地政学を学んだ。この時地政学の父と呼ばれるカール・ハウスホーファー、教授の訓等を受けた。ハウスホーファーは、大戦中には、将官として出征し、 また説得力に富んだ教授であったため、広く尊敬された人物であった。ヘスも彼に深く浸水し、強い影響を受けた。ハウスホーファーには、ドイツ民族には生存権が不足しており、これは東方にしか見出すことができないという持論があり、ヘスはこの生存権構想に強く惹かれていた。ヘスは、多くの元軍人たちと同様に、共産主義者とユダヤ人が、 ドイツ革命の黒幕、11月の犯罪者と確信していた。大学在学中も反共主義と反ユダヤ主義の政治運動に没頭した。もともとヘスはユダヤ人と全く関わりがなく、反ユダヤ主義者でも親ユダヤ主義者でもなかったのだが、敗戦によるドイツの混乱がひどすぎたため、当時横行していた敗戦の責任をユダヤ人に被せ言論に惹かれて一気に、 反ユダヤ主義者になってしまったという。ルール地方で、スパルタクス団、ドイツ共産党の前身の反乱が発生すると、その鎮圧に参加するため1920年3月29日に、再びエップ義勇軍に入隊した。ヘスは、国軍の飛行場を防衛する任についていた。4月末には反乱は鎮圧され、ヘスも4月30日に、エップ義勇軍を退役した。 1920年5月、ミュンヘンのビアホール、シュテルニエッカーブロイにおいて、アドルフ・ヒトラーの演説を初めて聞き、非常に共感を覚えたヘスは、7月1日に、ナチ党の創立メンバー、党員番号1として入党した。学生リーダーとなってヒトラーとも密接な関係を、築く。この頃のヘスの手紙からはヒトラーを、五民館と呼んで熱狂する様子がよく伝わってくる。 1923年11月8日夜20時30分から始まったミュンヘン一期においてはヒトラーに堂々してビュルガーブロイケラーへ突入した。ヘスはその夜捕まえたバイエルン州政府閣僚の移送に当たった。さらに翌日午前11時には大学生たちを率いてミュンヘン市役所を襲撃してユダヤ人とドイツ社会民主党党員の市議会議員を拘束し、 彼らを人質として、ビュルガーブロイケラーへ移送した。その後も人質の監視の任に当たっていた。ヘスは人質に乱暴な取り扱いはしなかったという。一機の失敗を知り、オーストリアのザルツブルクに逃亡するが、翌1924年4月2日に、ヒトラーに判決が下ったことを知ると、ミュンヘンへ戻って自首した。バイエルンの国民法廷から18ヶ月のを言い渡され、 ヒトラーと同じランツベルク刑務所に投獄された。獄中ではヒトラーと非常に親密な関係を築いた。ハウスホーファー教授が頻繁にランツベルク刑務所のヘスを訪ね、ヒトラー、ヘス、ハウスホーファーの三人で長時間にわたり語り合ったりしてた。ヒトラーの著書、我が闘争の口実筆記もヘスが務めた。ヘスはただの筆記者ではなく、 ヒトラーの著述のアドバイザーでもあった。我が闘争の中の生存権や歴史におけるイギリスの役割などの項目はヘスの影響が大きい。出国後は一時ミュンヘン大学でハウスホーファーの助手になるがすぐに辞職。ヒトラーの個人秘書となりヒトラーとの密接な関係を続けた。彼はヒトラーのスケジュールを管理し、 またヒトラーへの苦情の受付を担当するなどしてヒトラーを面倒ごとから解放した。またヒトラーに接近する者の管理を行った。アルフレート・ローゼンベルクは当時のことをヒトラーに近づくのは容易ではなかった。いつもその近くにヘスがいたからだと語っている。ただし1932年までヘスにはナチ党内で公式の肩書きは何もなくヒトラーの個人的な秘書に過ぎなかった。 ヒトラーとヘスは公的な場では、あなた、随意で呼び合っていたが、私的な場では、親密な間柄の二人称、君、DU で呼び合う仲だった。しかしヒトラーはすでにこの頃からヘスにイラつくことがあり、1927年夏には、ハインリヒ・ホフマンに対して、ヘスは真面目だが、時事神経に触ると語っている。1927年12月20日には、 ヒトラーとハウスホーファー教授を立ち会い人としてイルゼプレールと結婚している。結婚式はキリスト教会を嫌って市役所に置いていった。ヘスはヒトラーの秘書活動の合間を縫って党のための宣伝飛行も行っていた。ドイツ一周飛行やツークシュピッツェ飛行などの航空イベントに参加した。1931年にはナチ党所有の航空機で社民党の集会に 低空飛行をかけて、社民党員を蹴散らした。この件で、社民党から告発を受けて、裁判沙汰となった。普段は真面目でおとなしいが、突然飛行機に乗って極端なことをやる傾向は、当時からあったようである。グレゴール・シュトラッサーの除名後の1932年12月、ヒトラーは、シュトラッサーの組織全国指導者の職をいくつかに分解し、 そのうちの中心的な役割をヘスとロベルトライに与えた。ヘスには中央政治局局長なる地位が与えられた。これは全ての党機関を監督する責任者であった。翌1933年1月30日にパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領よりヒトラーが首相に任命された。1933年3月の国会選挙でヘスは 国会議員に当選した。1933年4月21日に、ナチ党の副総統、指導、社代理や総統代理とも訳されるに任命された。この職位は、総統の名で党のあらゆる問題を処理する権限を持ち、また立法が国家社会主義に即しているかどうか監視するために、ドイツ国のあらゆる法律制定に参画すると定められていた。ヘスには、 ヨーゼフ・ゲッペルスの新聞、エルンストレームの突撃隊、ヘルマン・ゲーリングの警察権力といったような実力が何もなかった。ヘスの実験はすべてアドルフ・ヒトラーから発せられるものであった。そしておそらくそれが彼が副総統の地位を得た理由であった。ハインリヒ・ヒムラーの親衛隊 SS に接近を図り、親衛隊名誉指導者として親衛隊に入隊し、 ヒムラから新衛隊大将の階級を与えられた。新衛隊大将の階級を最初に得たのはヘスである。1934年6月にはヘスは副総統の権限で新衛隊情報部 SD をナチ党唯一の情報機関とすると定めた。1933年7月からはマルティン・ボルマンがヘスの秘書、副官として活動するようになった。 ボルマンは非常に有能な人物で上官ヘスから徐々に権限を奪っていた。1933年10月3日には、ナチ党国外組織 AO の総裁に就任し、エルンストビルヘルム・ボーレを、その大官区指導者、実定アルフレートを副指導者とした。また、外国籍のドイツ人の管理のための機関として、外国でのドイツ主義のための民族団体、 ベガを立ち上げ、恩師のカールハウスホーファーに、その総裁に就任してもらっている。さらにヨアヒム・フォン・リッペントロップに、を立ち上げさせた。ヘズはこれらの組織を使って、外務省やナチ党対外政策全国指導者、アルフレート・ローゼンベルク、さらに独立傾向を強めた、リッペントロップなどと外交権をめぐって争った。1933年12月1日には、 ヒトラー内閣に無人諸大臣として入閣した。党を代表して内閣に参加するという建前であった。1934年6月30日の突撃隊、粛清、長いナイフの夜の直前の6月25日にヘスは、突撃隊で横行していた第二革命論を批判する声明を出した。しかしヘスが、例無以下突撃隊幹部をまとめて粛清することを知らされたのは、 当日朝早くのヒトラーの電話によって出会った。粛清時代にではなく、自分に事前に何も伝えられなかったことに彼は気な、ショックを受けたとされる。ヒトラーは、その電話で、ヘスに、ミュンヘンの褐色官に参じるよう命じ、自身は、デーム以下突撃隊幹部を召集していたばあと、ビース税に逮捕に向かった。一方、ヘスは、命令通り褐色官に参じた。 そこでも数十名の突撃隊員が監禁されており、ヘスは彼らに諸君も容疑者だ。諸君のうち罪なき者も他人の罪により苦しむことになるであろうと冷たく調で言い放った。しかしその後、ヒトラーがヘスの友人のアウグスト・シュナイト・フーバー、突撃隊大将の銃殺を決定した時にはかなり動揺した様子であったといい、ヘスはヒトラーに考え直させようとしたが、 却下されて、奥の部屋に引っ込み、そこで泣いていたという。一方で、レームの粛清には、何のためらいもなかったらしく、ヘスは、最大の豚は消えねばならないと述べ、相当、レームの処刑は私にお任せください。とヒトラーに願い出ている。もっとも彼はこれを認めず、別の者に処刑させた。この事件以降、ヘスはノイローゼ気味になり、しまいには、新規症。 ヒッポコンデリーをわずらった。また、彼は1933年頃から、いや、胆石の痛みを訴えるようになっていたが、それらもますますひどくなった。やがてボルマンに実務が委ねられることが多くなり、ヒトラーとも徐々に疎遠となった。この頃ヒトラーはゲーリングに、ヘスが私に代わって務めることがなければいいんだがな。そうなったら、気の毒なのはヘスなんだかとなんだか、わからんなと語ったという。 相当の寵愛を失うにつれて、ヘスには政府代表として、ドイツ各地をめぐって、国民や党員と交流を深める、形式的な職務が多く割り当てられるようになり、実験を、ますます喪失させていった。日々礼遇されるヘスはオカルトに没頭するようになり、先星術やダウジング、夢占い、地里眼などの専門家が続々と彼の下に集まってくるようになった。 1935年制定の反ユダヤ主義法ニュルンベルク法にはヘスの署名がある。その後も多数の反ユダヤ関連の法律に署名した。ただ1938年11月8日に発生した反ユダヤ主義暴動、水晶の夜については首謀者であるゲッペルスと仲が良くなかったこともあり、文化的死骸を略奪して、がすのはドイツ人らしくないと反対の弁を口にしている。 1939年8月には、ゲーリングを議長とする、の議員となる。もっともこの会議は一度も開かれることはなく、単なる名誉職であった。1939年9月1日にヒトラーは、対ポーランド戦の開戦にあたっての国会演説で、ヘスをゲーリングに次ぐ、第二後継者と定めた。もちろんこの頃のヘスはほとんど実権を喪失しており、 彼の国民的人気に配慮しただけの使命であった。ポーランド侵攻後、ドイツはイギリスとフランスから戦線復刻を受けた。1940年6月にドイツはフランスを下して占領下に置いた。ヒトラーはイギリスに対してはかねてから和平を望んでおり、ヘスも同意点であった。また、同じく対英和平論者であったハウス・ホーファーと1940年8月31日に、 会談した際、ヘスが飛行機に乗って重要な目的地に旅立つ、ヘスが大きな城に入っていくという夢を見たと告げられており、ヘスは単独でと英し、和平を実現することを思いついた。ヘスはハウスホーファーとその息子のとたびたび書感を交わした。アルブレヒトは英国側の接触者として、ハミルトン校、ダグラスダグラスイコールハミルトンを推薦した。ハミルトン校は、 国王や首相ウィンストン・チャーチルと親しく、ヘスとベルリンオリンピックで面会したことがあった。ヘスは、ハミルトン校のもとに手紙を送ったが、イギリス側の検閲のため届かなかった。1940年10月頃からヘスは、飛行訓練を始めた。訓練には、BF-110 の設計者であるビリー・メッサー・シュミットも、協力し、以降30回の飛行訓練を行った。 また国外組織指導者ボーレは、ハミルトン公を開所管の英訳を依頼されている。これらの準備は秘密裏に行われたわけではなかったが、差し止められることはなかった。所管の英訳が終了した頃、ヘスは飛行を試みたが、飛行機の故障により引き返した。この際に、飛行の理由と失敗した時を考慮し、相当は何も知らぬ立場に置かねばならないと、副官隊員にごている。 1941年5月10日、正午、アルフレート・ローゼンベルクが、ヘスの元を訪れ、ヒトラーに対する連絡の有無を相談した。午後6時10分、ヘスはイギリスに向け BF-110 で飛び立った。この際、ピンチュが空軍に戦闘機の誘導電波発出を依頼したため、ゲーリングは、ヘスの飛行を知った。ゲーリングは、第十六戦闘飛行旅団長、アドルフ・ガーランドに、 ヘスの木の捜索を命じたが、すでに白母に差し掛かっていたため、ガーランドは片だけの捜索を行い、捜索失敗を報告した。以降、ドイツ側がヘスの消息をつかむことはできなかった。イギリスには、バトルオブブリテンで、ドイツ空軍を撃退した強力かつ厳重なレーダー、防空網が敷かれており、しかもわずかな訓練で、夜間飛行を行い着陸するのは困難であることが、 予想された。しかしヘスは奇跡的に防空網をかいくぐり、イギリス時間午後8時30分頃スコットランドのグラスゴー郊外の農場に不時期した。ヘスは右足首を捻挫したものの無事であった。ヘスは身分を隠してアルフレートホルン隊員と名乗り、逮捕に来た強度防衛隊員にハミルトン公との面会を依頼した。しかしすでに深夜であったため、ハミルトン公は、 翌日に面会することにした。5月11日、ヘスはハミルトン港と面会して身分を明かした。事態の重大さに驚いた。ハミルトン港は彼をブキャナン城に移し、政府に連絡を取った。同じ頃、副官ピンチュはオーバーザルツベルクのベルクホーフに到着し、3時間待たされた後にヒトラーにヘスの書簡を見せた。これを読んだヒトラーは驚愕し、 なんということだ、ヘスがイギリスへ飛んだと叫んだという。ピンチは、その後逮捕され、1944年まで収監された。5月12日、ドイツでは、ヒトラーと外相ヨアヒム・ホンディッペントロップが討議し、ヘスの飛行を認可すれば、ドイツが同盟国を裏切って、大英単独講話を行おうとしたと取られることを危惧した。午後8時、ミュンヘン放送局で、 当院ヘスが病気進行のため相当の静止を振り切って飛行機に乗って飛び立ち帰還していないとヘスの飛行が初めて公表された。イギリス時間5月13日午前0時、ハミルトン港と共にヘスの元を訪れた BBC ヨーロッパ部長アイボン、カーク・パトリックはその人物が間違いなくヘスであると確認した。ヘスは カーク・パトリックらに4時間にわたって語りかけ、ヨーロッパにおけるドイツのフリーハンドを要求した。午前6時、BBC でヘスの飛来が初めて報道された。ただし、理由については、イギリスはゲシュタポから逃れられる唯一の国であると述べたのみであった。カーク・パトリックの報告を受けたウィンストン・チャーチル首相は、ヘスだろうが何だろうが、わしはまず、 マルクス兄弟の映画を見るとジョークを飛ばすなどを冷静に対処し、その後ヘスを国家捕虜として扱い、陸軍省によって拘禁することを決めた。ヘスがイギリスに到着したことを知ったドイツは再度放送を行い、精神異常の結果であったことを強調した。また、外相リッ立憲トロップはイタリアのベニートムッソリーニ首相と会談し、ヘスが精神異常であったことを説明した。 ムッソリーニは表面上は愛想よく振る舞い、ドイツ側に了解の意を伝えたが、後にイタリア外相ガレアッツォ・チャーノにナチス体制にとっては大打撃だが、ドイツの権限を失墜させる点では喜ばしいと語っている。5月16日、ヘスはブキャナン城からロンドン島に移送された。彼はロンドン島に遊兵された最後の人物となった。チャーチルは ヘスの大英和平を議会で公表しようとしたが、閣僚の反対を受けて断念した。同日、ナチス本部は、ドイツに関する限り、ヘス事件は終了した。我々はもはや、ヘス氏と何の関わりもないと声明した。これ以降、両国政府がヘスに関して、動きを見せることはなくなった。メッサーシュミットやハウスホーファーら、 ピンチ以外の関係者は取り調べを受けたが短期間で釈放された。ヘスの権限は新たに当官房長に任命されたボルマンが掌握した。しかし、ヘスの写真はドイツ各地で他のナチス幹部と同様に飾られ続け、家族には閣僚としてのヘスの年金が支払われ続けた。5月20日、ヘスはファンボロー付近のミチェットプレイス基地に移送された。 抗菌生活でヘスは鬱病を悪化させ、食物に毒物が入っているのではないかという脅迫観念に取り憑かれた。6月15日、ヘスは部屋のバルコニーから飛び降り自殺を図ったが、一命は取り留めた。1942年6月26日、ヘスはウェールズのアバガベニーにある精神病院に収容され、終戦までそこにいた。 終戦後の1945年10月10日、ニュルンベルク裁判にかけるために、アメリカ軍が管理する、ニュルンベルク刑務所に入れられた。しかしヘスは記憶喪失を主張した。アメリカ軍がヘスを、ゲーリングやハウスホーファー教授と引き合わせても、ヘスは、この人を知らないと主張した。11月7日に、彼の弁護士、ギュンター・フォン・ロールシャイト博士は、ヘスの精神鑑定を求めた。 法廷の要請により、米英祖の精神分析医が10名集められて、ヘスの精神鑑定を行った。彼らは、ヘスの憲法省は、弁明を行ったり、過去の出来事を理解したりする彼の能力を妨げる、ものであると結論した。裁判を受ける、法的能力があるかどうかは、判事団に委ねられた。ちなみに、ニュルンベルク刑務所付け心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、 改定前に、被告人全員に対して行った、ベックスラーベルビュー成人知能検査によると、ヘスの知能指数は120で、全被告人中では4番目に低かった。11月20日からニュルンベルク裁判が始まった。ヘスは、すべての基礎事項、第1基礎事項、共同防議、第2基礎事項、平和に対する罪、第3基礎事項、戦争犯罪、第4基礎事項、 人道に対する罪で起訴された。11月21日に被告人全員に対して自分の素因について有罪か無罪かを答える罪状認否が行われたがこの際にヘスだけがナイン、ノーと答えて失笑を買った。ヘスはこれ以外にも終始うつろな目をし床に寝っ転がって食事をしたり運動場で足を高く上げて行進したり法廷で ヘッドホンの着用を拒否したり、卑猥な言葉を呟いたり、後半中に小説を読んだりするなど気候が目立った。11月29日に、ヘスに、法廷能力があるかどうかの審理が開かれた。カズト被告席に座るヘスに、ギルバート隊員は、あなたはもうじき来なくてよくなるだろうと告げた。ヘスはこれに驚いた様子であったという。審理が始まるとヘスは突然、今後、私の記憶は、 外部世界に対して再び反応します。記憶喪失を装っていたのは戦術上の理由からでありますと述べ、自ら記憶喪失ではないことを明らかにした。これに法廷や世界中のマスコミは驚いた。これを受けて判事団は1945年12月1日にヘスには責任能力あり結論し、彼は裁判に残ることとなった。 1946年2月5日、ヘスは、ロールシャイトを熱心でないとして解雇し、ハンス・フランクの弁護をしている、アルフレート・ザイドルを指名した。被告側弁論においたヘスが自ら立つことはなかった。ザイドルは、独ソ不可侵条約の密約問題を持ち出し、ソ連が、裁判官の席に座る資格はないことを主張した。またかつて、ヘスの指揮下にあった海外のある組織が、 スパイ活動をしていなかったことを証明するために二人の証人を召喚して、ヘスの弁護側反論は終わった。彼自身が証言に立たなかったため、反対尋問もなかった。1946年10月1日に、被告人全員に対して判決が下った。ヘスは判決の際にもヘッドホンをつけることを拒否した。判決文が読み上げられている間、彼は体を前後に揺らしていた。 ヘスは、第三帝国による忌まわしい行為に実際には参画、していなかったとして、第三起訴事項、戦争犯罪と第四起訴事項、人道に対する罪について、無罪とされた。一方で、初期のナチスにおける凶暴には、ヒトラー、ゲーリングに次ぐ幹部として加わっており、また彼は、チェコスロバキアとポーランドを分割する布告に、署名しているとして第一起訴事項、 共謀義と第二起訴事項、平和に対する罪で有罪とされた。その後に個別に言い渡された、量刑判決では、ヘスは終身刑判決を受けた。ヘスは死刑判決を逃れた10人の被告のうちの1人だった。10月16日、死刑判決を受けた10人の死刑囚自殺したゲーリングを除くの刑が執行された。死刑執行後、 ヘス以下死刑判決を逃れた被告らは死刑場の清掃をさせられた。ヘスは刑執行の際に飛び散った血のついた床を見つけると右手を掲げてナチ式敬礼を行った。1947年7月18日から他の禁錮判決を受けた戦犯たち、ヘス以外にバルトゥール・フォン・シーイラッハ、アルベルト・シュペア、カール・デーニッツ、コンスタンティン・フォン・ノイラーとバルター・フンク、 エイリッヒレーダーと共に、シュパンダー刑務所で服役することになった。同刑務所は、米 F 組織国の共同管理で月ごとに監視が交代した。イギリスが1月5月9月、フランスが2月6月10月、ソ連が3月7月11月、アメリカが4月8月12月を担当した。ヘスの囚人番号は1番後の7番であった。ヘスは刑務所に入る際にと、 ヘルメットとブーツの保管に最新の注意を払うよう頼んでいる。受刑中もヘスは内向的で他の受刑者となじまず一人迷走したりしていた。アメリカ軍の刑務所管理官、友人バード大佐は囚人たちにかなり寛大で宇宙計画に関心を持っていた。ヘスのために NASA の研究成果を調達したり、バード大佐の名前で ヘスとナサの科学者の文通を取り持つなどしていた。しかし、それを問題視した、ソ連の圧力で彼は後に解任された。1954年に、ノイラーと、1955年に、レーラー、1956年に、デーニッツ、1957年に、フンクが釈放された。そして1966年9月30日に、シュペイヤとシーラフ派が、 景気満了で釈放されると、ヘスはただ一人の受刑者となった。さらに、1981年9月1日に、シュペイヤが死亡すると、ニュルンベルク裁判の被告としては、最後の生き残りとなった。しばしば家族や政治家、学者たちから、原型嘆願書が国連常任理事国に提出されたが、ソ連の反対によって、常に却下された。 拒否権を有するソ連が反対を続ける限り、ヘスが釈放される可能性はなかったが、ネオナチによってヘスは、ナチズムの殉教者として、次第に祭り上げられていった。しかし彼自身はネオナチを、正当なナチズムの歪曲や、誤解の産物とてあざけり嫌っていたという。1987年8月17日、93歳のヘスは、出版ダオ刑務所内の庭に設けられていた。 秘書用のキャビンにおいて電気コードで首を吊り死亡した。ヘスは以前にも二度自殺を試みていた。ポケットには遺書が残されており、うつ病による首吊り自殺と結論付けられた。しかし、彼の死は自殺ではなく暴殺であり、遺書も寄贈されたものだという主張も存在する。ヘスの息子ボルフ・ジュティガー・ヘスはイギリスによる暗殺説を主張している。彼は、 1980年代にはソ連が釈放に傾きつつあったため、単独飛行の際に話し合われたことを釈放後に暴露されることを恐れたイギリスが父を暗殺したと主張している。最後の囚人であった彼の死をもって、シュパンダー刑務所は閉鎖された。葬儀には支持者などが殺到したため埋葬は延期され、その後秘密裏に行われた。毎年命日になると、ネオナチが、 ヘスの墓のあるブンジーデルで集会を開いていた。墓地の管理人とヘスの親族、ルーテル教会関係者は、ヘスの墓石を撤去することで合意し、2011年7月20日の深夜にヘスの墓は撤去された。ヘスの遺骨は火葬され、その範囲は7月21日未明に会場に散布された。ドイツのユダヤ人コミュニティ代表やホロコースト生存者の団体は、 この対応を歓迎する声明を出した。ネオナチは30日に抗議集会を開いたり、250人が参加し、ナイフを持っていた数人が拘束された、教会関係者らに対し200通の脅迫状が送られてきた。極右思想の持ち主であったノルウェー連続テロ事件に関連し、巡礼地化する恐れも考慮された。ヒトラーやヒムラーと同様に在職主義者で、 人知学を提唱した、神秘家、ルドルフ・シュタイナーの熱心な信奉者だった。ただし、ナチスはシュタイナーを敵視し攻撃していた。シュタイナーの唱えた、自然食とホメオパシーを忠実に行い、シュタイナーが晩年唱えたバイオダイナミック農法に強い関心を持っており、同農法のナチス党内での最大の擁護者であった。イギリスの歴史作家、ヒュートマス。 スペイン市民戦争などの著書があるイギリスの歴史家、ヒュートマスとは、別人は1941年5月10日以降の、ヘスは本人ではなく替え玉だという説を提唱し、本物のヘスはイギリスに到着する前に、ヘルマン・ゲーリングの陰謀で撃墜されたことになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。